ドア開放事故は交通事故の一種で停車中の自動車の運転者や同乗者がドアを突然開け走行中の自転車や二輪車などがそのドアに衝突する事故である開いたドアをとっさに回避した先で走行中の他の車両にはねられる事故を含める場合もあるドア開放事故による死亡重傷はドア自体への衝突というよりもドアをとっさに回避した先で 他の自動車にはねられた際に起こることが多いとの指摘がある。以下に列挙する事故統計は、その二次的な被害の実態を取りこぼしている可能性がある。日本国内では2014年、四輪車によるドア開放事故が2325件報告されており、衝突相手の67%が自転車、19%が二輪車、7%が歩行者だった。 この年の統計では人身被害の95%が軽症、4%が重症で死亡事故はなかったが、それ以前の10年間では毎年例から4件の死亡事故が報告されている。シカゴでは対自転車のドア開放事故が2010年に127件、2011年に344件報告されている。サンフランシスコでは2012から2015年の期間、 自転車相手のドア開放事故が203件報告されている。バンクーバーでは2007から2012年に報告された自転車衝突事故のうち最多の事故類型がドア開放事故だった。トロントでは対自転車のドア開放事故が年々増加しており、2014年の132件から2016年には209件に達した。 ロンドンでは2011から2013年に発生した自転車の重傷事故のうち、右軸事故に次いで2番目に多い事故類型がドア開放事故の160件で、うち2件が死亡事故だった。ビクトリア州では2011から2016年に、耐自転車のドア開放事故が771件発生し、うち177件が重傷2件が死亡事故だった。 自動車の車体の横はドア開放事故の危険があることからドアゾーンと呼ばれており道路の設計では自転車がそこを通らないよう対策することが推奨されている干渉体の追加駐車体に隣接して自転車レーンを引く場合両車の間に干渉体を挟むことが推奨されている干渉体の幅は国土交通省警察庁によるガイドラインでは数値規定がないがなくとの 設計マニュアルでは、が推奨されている。後者のレイアウトについては、クローの設計マニュアルもほぼ同じ50センチメートル幅の干渉体を必須としている。ただし、TRB の報告書では、干渉体の幅が1、2フィート程度では自転車利用者の4から6割が、依然、ドアゾーンに入ってしまうと指摘されている。ピクトグラムの設置自転車と自動車を、 混在通行させる場合、ドアゾーンの外側に自転車のピクトグラムを設置することで、自転車が駐車車両に近づきすぎないよう促せるとの調査結果がある。2003年に実施された調査では、幅1メートル前後のピクトグラム2種を遠石から11フィートの位置に描いた結果、自転車の通行位置が約20センチメートル増加して、 約120センチメートルになることが観測された。ただし、誰もが安心して安全に使える自転車、通行環境という観点からは、自動車の交通量、実生速度の高い道路における混在通行、そのものが必須症とされている。自動回避システム自転車の接近を検知して、ドアを開けないよう警告するシステムを、没収者が二0十七年に発表している。 突然開くドアに反応することは事実上不可能な場合がほとんどであるため自転車利用者向けの交通安全教育ではドアゾーンの外を走行するよう指導されている。しかし一方で自転車の通行位置は自動車交通量の多さや大型車混入率の高さに比例して自動車の通行帯から離れる傾向にあることが交通実態の観測から明らかになっている。 自転車利用者が多くの場合、ドアゾーンから離れて車線の中央を走るのは無理だと感じているとの指摘もある。ダッチリーチダッチリーチ、ドアから遠い方の手でドアを開ける自動車の運転者と同乗者はダッチリーチと呼ばれるメソッドを使うことでドア開放事故を防げる可能性がある。これはドアから遠い方の手でドアを開けることで自転車や 他の車両が接近していないかを肩越しに確認する動作を自然に引き起こす手法である。ダッチリーチの有効性についての科学的な研究は、現時点では2018年の国際学会で発表された論文が1本あり、ダッチリーチをすることで頭部の回転角が増加すると報告している。ありがとうございます。